いやあマリサ、こういうローカル線の旅もいいねー。そうだろ、ローカル線の旅もなかなか楽しいんだぜ。にしてもこの岩徳線、速いところは速いんだけどなかなか速度出ないわね。まあ、ローカル線だし、あんまり整備されてないし仕方ないだろ。実際営業係数も600円で赤字路線だもんね。でもこの岩徳線、今は地方赤字路線だが昔はとても重要な路線だったんだ。へえ、この路線が重要な路線ね。気になるわ。よし、じゃあ今日はこの岩徳線の歴史について解説していこうと思うぜ。よし、まず岩徳線が作られた経緯を説明しよう。時は1929年、この岩徳線は元来は山陽本線の短絡線として計画されたんだ。つまり、山陽本線のショートカット路線で作られた。じゃあなんで山陽本線じゃないのよ。これには深い理由があるんだ。それは後々説明するぜ。話を戻して岩徳線が作られた時、現在の山陽本線である岩国と串ヶ浜を海側を通る路線は、柳井線と言われる路線に改称されたんだ。ちなみに岩徳線は山陽本線となり、燕とか富士とかの優等列車が数多く通っていたんだ。だから今でも現在の数両編成には見合わないほどの有効長を有したホームがたくさん見れるんだぜ。だからホームが異様に長かったのか。それで岩徳線になった理由だが、現在映している車窓が原因だぜ。トンネルかしら。その通りだ。戦前輸送力増強のため山陽本線の複線化が計画された際、まず、この岩徳線と柳井線のどちらかにするかということになった。しかし、岩徳線は勾配やカーブが多く、さらには金明寺トンネルと言われるかなり長いトンネルがあり、複線化する場合にはトンネルをもう一本掘らなければならないなど、かなりの手間と費用がかかるということで、複線化は今の山陽本線である柳井線に決定されたんだ。じゃあもしかしたらこの岩徳線が山陽本線になったかもしれないの。そうだったかもな。岩国と串ヶ浜の間は山陽本線より岩徳線の方が短いしな。へえ、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかしら。だな。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。